うわ、あ、取っ手を取り出しました。あ、うわ、車ってそんな簡単に引っ張れば取れるもんなんだね。この車ぐらいですね。はい、皆さんこんにちは、バーナムです。前回はですね、車屋さんに行ってジープのラングラーという車、ディーラーの佐藤さんに紹介していただきました。ものすごくいい車でめちゃくちゃかっこよかったですね。今日はですね、この車に純正のドライブレコーダー、これをつけるという動画を皆様にご紹介したいと思います。まあ、ドライブレコーダーですから自分でつけられるかもしれないんですが、私車のことは全くの無知ですので、ちょっとねいじれるようになったらドラレコぐらいすぐつけられると思うんですけども、ちょっと今回はディーラーさんにお願いをして、立ち会いのもとどうやってドライブレコーダーつけるのかっていうのをですね、ちょっと撮影させていただきましたので、そちらをご覧ください。どうぞ。今日はですね、この車にドライブレコーダーを取り付ける動画っていうのをちょっと撮らせていただきたいと思います。で、ドライブレコーダーは純正のドライブレコーダーを取り付けていくわけですが、はい、最近なんかね、新しいドライブレコーダーに変わったっていうことなんですけど、はい、何が変わったんですか？簡単に言うと、ライブ映像が見れるドライブレコーダーになっていますので。ライブ映像、はい、どこにいてもすぐに自分の車が分かる映像として見れますので。もうドライブレコーダーがインターネットにつながれるということですね。あ、そうですね、通信されてます。最新システムですよ、はい、SIM カードがなんとドライブレコーダーに入ってるっていうね、はい、ちょっとまた面白いドライブレコーダーになるんですけれども、まあ、使い方とか詳細はまた取り付けの後に佐藤さんから伺いたいと思います。はい、で、今日はあの佐藤さんが取り付けるわけではなくて、メカニックの方がいらっしゃってくれてますので、ちょっとご紹介したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、ちょっとね、裏の家業があるみたいなので顔とかは映せないんですけども、メカニックの方です。今日はどうもよろしくお願いします。もうラングラーいじってこの道何年ですか？まあ、でも3年ぐらいは。もう3年もラングラーいじってたらもうね。自身も前のラングラー JK モデル乗ってますので。あ、JK 乗られてるんですね。はい、前の1個あれですね、あのラングラーの形乗ってますのであ、じゃあもう完璧。もう、はい、ラングラーにはもう。あ、じゃあ今日は一つよろしくお願いします。私あの車のことは1ミリも分かりません。アクセルとブレーキとハンドルのことしか分かりませんので、いろいろ教えてください。よろしくお願いします。はい、今日これが、ドライブレコーダーの最新式ということで、はい、これいつぐらいに出たんですかね？本当に最近ですね。去年末か今年の初めか、おそれぐらいから出始めたので。これが前？そうです、それが前で、でこれが後ろです。2つのカメラで構成されてます。で、これからこれを取り付けていきます。よろしくお願いします。お願いします。ついにこれからドライブレコーダーつけていきますが、このね、前のね、このここのところをがっつり開けていくらしいので、ちょっとね、そこら辺も撮っていきたいと思います。まあ、これ別にあのラングラー専用チャンネルっていうわけじゃないんですけど、ラングラーをこれから買いたいなとか、そういう人の参考になればいいかなって思います。なんかね、噂で聞いたんですけど、他の車よりもだいぶなんかいじりやすいというか、そういう風にできてるみたいなので、そこら辺もちょっと聞いていきたいなと思います。普通の車ってなんか後ろに配線通すとき、はいはい、上を通すことが多いですね。はい、ただこのラングラーって見てばあの分かると思うんですけど、こういうところボルトがあるんですよ。これ外すと上が全部取れるんで。あ、これ屋根が取れちゃうんだ。はい、ってなると、まあ、上のその内装ってものは基本的にはないので。あ、これ1枚の板っていうことですね。はい、あ、じゃあ上を通せないってことは下ってこと。そういう感じですね。はい、でちょっとじゃあまず電源からですかね。はい、電源を取ってくる。はい、電源を取ってくる。わあ、すごい、なんかザラザラしてるんだね、天井が。結構模様がついてる。細かい模様がついてますね。あ、なんか外し始めましたね。これは、はい、この取っ手が外れるんですね。そうですね。はあはあ、電源を予定としてはここから取って、はいはい、中を通して出す
っていう感じの。こう出すんです。はい。うわ、すごい、なんか一瞬のうちに取れてますね。そうですね、まあ、結構構造が簡単なんでバランス分にはパコって取れちゃいましたね。そうですね。へえ、そんなに簡単に取れちゃうんだ。もう取れてる。あ、すごいすごいすごい。今ここエアコンのスイッチがあったところだね。エアコンのここのパネルが接続されてたのはこれとこれなんですか？そうですね、あとこれですね、あのエンジンのキーボタンのとこのコネクタと、そうですね、あのハザードとか の, あのエアコンのコネクタと、これカメラのコネクタですね。カメラのコネクタ、ここにあるカメラの切り替えの、はい、これの、はい、なるほど、はいはいはい。でこれから電源を取って、そうですね、電源を取るんですけれども、はい、このドライブレコーダー、あの電源に2箇所取らないといけないので、2箇所キー連動の電源と、はい、車ってそのキー連動の電源の ACC って言われるものと、はい、あのバッテリー電源って言って、車が止まってる状態でもずっと電気を流し続けてる電源っていうのがあるんですね。ウラレコってそうですよね、はい、エンジン止まってても監視しないといけない。そうなんです、そのタイプのものになるんで、はい、まあ、電源を2箇所取らないといけないということで、はい、あの2箇所取っていきます。これ今黄色いコードと赤いコードがあるじゃないですか、はい、それが電源のコードですか？そうなんですね、これ確か国際規格で決まってて、はい、こういった電気系のアクセサリーは黄色がバッテリー電源、赤がアクセサリーっていうふうにも決まってるものなんで、はい、これですね、こっちがバッテリー、はいはい、バッテリー電源ですね、これ、あ、書いてあるんですか、はい、まあでも書いてないものもあるか。そうですね、まあ、まあ、大体ちゃんとしたやつはついてます。ただ車の方のアクセサリー電源とかバッテリー電源っていうのは規格が車車によって違うので、色はラングラーは、ラングラーは赤、まあ、ものによるんですけど、場所によるんですけど、だいたい赤がバッテリー電源、はい、でピンク黄色がアクセサリー電源。これなんですか、これ？これはヒューズですね。あ、ヒューズね。はい。あ、なるほど。まあ、何か回路に不具合があった時にこれが飛んでくれることによって、あの本体が壊れないっていう。わかりやすいものになってます。めちゃくちゃわかりやすい。ヒューズって家にもついてるやつですね。電子レンジとドライヤーをつけるとバチンってあのブレーカー落ちるやつ。あれに近いやつ。そうですね、ブレーカーはそのすぐ熱なんで回復できるんですけど、これはもう交換しなきゃいけないやつ。あ、これじゃあ一回やっちゃったらもうダメ。そうです、はい。この黒い線は何ですか？これはですね、アース線って言って、マイナスですね。そっか、そういえばこれ一本しかないですね、はい、今これもこれもプラスの電気を帯びてるので、電気回路を作るにはマイナスっていうのが絶対に必要になってくるんで、はい、流れ的には電気がここから入っていって、はい、本体を通って最後マイナスに返ってくるっていう流れを。なんかコンセントの電気とちょっと勝手が違う。そうですね、家庭用のコンセントは交流電源って言って、プラスとマイナスがこう1秒間何回もこう左右入れ替わるんですね。ただ車の場合はもうここの線はプラスの線、ここはマイナスって決まってるので、はい、じゃあ基本的に機器に取り付けるのはプラスで、はい、マイナスはなんかこう違うところにつけるところなんですか？そうですね、マイナスは基本ですね、まあ、ちょっと特殊なんですけど、アースって別名言ったりするんですけど。お、聞いたことありますね。多分電子レンジとかでもちょろんって出てる緑の線。そうですね、やつなんですけど、地面っていう意味があるんですけど、基本的には車は鉄パーツにつけておけばとりあえずアースが取れる感じがするんで。鉄パーツってネジとかですか？そうですね、ここら辺の隠しネジにとも締めしてあげてアースを取るっていう。プラスは電気製品につけて、マイナスはどっかのネジにくっつければいいと。アース。そうです、本当はそのテスターとかをちゃんと使用して確認した上でつけるんですけども、ちゃんとアースになってるかどうかが、はい、そうですね、わかんない、はい、へえ、すごい意外な、ネジにつけとけばいいというような感じの。
電源が今ですね、お後ろを通して、これがまた大変そうですよね。車の後ろって狭いですもんね。このやっぱね、この配線の取り回しってプロじゃないとなんかセンス問われますよね。これ多分私がやったら、あ、ネジとかじゃないんだ。一本だけですね、ネジ止まってるの。ここはほとんど爪ですね、ランガーは。うわ、すごい。あ、なんか引っ張れば取れるんだ。そうですね。へえ。もう何、なんだかよくわかんないですね。なんだかよくわかんないね。これで ACC 電ですね。あ、ラングラーはピンク黄色のコードが ACC。 そうです。これは車内どこでもピンク黄色になってるんですか？だいたいその ACC で動くものはそのピンク黄色の電源が来てます。あ、分かりやすいですね。ピンクと黄色の線、こちらに出てますけど、ピンクと黄色の線が ACC 電源です。覚えておいてください。 ACC 電源っていうのはエンジンをかけた時しか電源が通らない。そうですね、あのキーがオンになってる時しか来ないやつですね。エンジンを切っちゃうと、電源が来ないやつです。だから普通はそれに電源をつなげないと大変なことになるってことです。そうですね、その駐車監視モードとかがないものに至ってはそっちをつけないと、変な話ずっと録画しっぱなしになっちゃうんで、バッテリーが上がっちゃうっていう。基本 ACC 電源ですね。エンジンが切れたら、電気がストップする。例えば携帯の充電とか、あとはあれかな、ラングラー乗ってる人だと冷蔵庫とかね、入れる人がいると思うんですけど、常時電源にそれを接続してしまうと、エンジンを切った後でもずっと冷蔵庫つきっぱなしなんで、次に車乗るときにはエンジンがかからないと。ってことですよね。そうですね。あ、これ黄色ですね、黄色。これがバッテリーで。え、これ、はい、そこパチってするだけで、パチってするだけで電源が取れちゃうっていう。業界ではカニさんとか、カニさん、泥棒さんとか、泥棒さん、あ、パクってくるか。そうですね。ここから電気をこう頂戴したい。でもコード赤いですね。そうですね、ここがバッテリー線になりますね。ラングラーのバッテリー線は赤い。そうですね、まあ、ただ場所によるかなとは思うんですけど、場所によって赤い。一応このフロントパネルでは赤いこのコードがバッテリー電源です。はい、だこのね、ドライブレコーダーのコードの色と逆だから、ちょっと気をつけたいところですね。車によって車の方は色違ってくるんで、結構ね、確認しないとダメかもしれない。そうですね、分からない場合は本当に一本一本確認してやらないと。パチッとはまりました。早いですね、すごい早い。もっと大工事になると思ったんですけど、パコパコはまっていきます。で、今電源を、そうですね、電源を確保した感じですね。一瞬で電源が確保できてしまいました。お、直っちゃった。ここネジなし。ここはもう簡単に、ここのキックパネルって言うんですけど、はい、3個外して、あ、外してこう引っ張ると、折れないんだ。なんか爪折れちゃいそうで。あ、そうですね、これも多分慣れとかになってくるのかな。爪の場所を把握して、そうですね、こことここを引っ張るみたいな。あ、なるほどね。何箇所かに存在する爪の場所を引っ張れば簡単に外れるし。そうですね、はまる。ああ、はいはいはい。あ、すごいね、今3箇所で止まってるわけですね。はい。で、続いてか、あ、なんか取っ手を取り出しました。おっとはおっと
バキッってね。これで取っ手が今取れちゃいましたね。はい。このね、ここについてる、ここについてるネジを外してバコッて引っ張る。あ、なんかコードが通ってますね。え、車ってそんな簡単に引っ張れば取れるもんなんだね。この車ぐらいですね。あ、この車ぐらい。あんまり取れない。あ、なんか今下からコードを横につなげて、はい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 。これアース。これアースですね。それも取るんですけど、とりあえず。それが電源。そうです。本体がまあ大体これぐここら辺に来るだろうと仮定して。仮定して。とりあえず配線を。仮で入れました。今仮で配線を入れましたね。あ、そうやって後ろにコードをはわしていくんだね。これでコードが上まで行きまして、電源が来ました。あとアースを、このボルトを。あ、こんなところにボルトが隠れてる。ここはもうアース確定。ここ確定のところです、はい。マイナスは、はい、ここにつなぎます。で、これは下のこのマットに隠して。そんな感じですね、はい。それがマットの上に、ああもう分かんないようになってんだね。完璧にコード隠れてます。ここでコードをまとめるわけですね。そうですね、そんなに長いコードではないので。はい、コードがまとまりました。毛糸みたいなコード。あ、でこれを締めます。締めるときはここに。あーはーはーはー、はいはい。まあ、これも多分前のランぐらいになかった機能なんですけど、はい、あのグローボックス開けたときにウニーンってこうゆっくり動く。あー、急にバンって開かない。そうですそうです。そんな親切な、そんな機能がついてるんだ。それをまず引っ掛ける。そうですね、こいつはちょっと癖があるんで、様子を見ながら。あ、癖がある。おお、ウニとなって。前のラングラーだとバコンと。そうですね、ワイルドに開くんですね。そうです。 前のラングラーは全部がワイルドなんで。はい。だんだん暖かくなってきたね。今日気温19度まで上がるらしい。19度だよね。そろそろあれですね、キャンプとかやりたくなるシーズンですけど。あ、コードがまた長っ。これは後ろの、後ろにいるやつですね。だいたい何メートルぐらいあれば後ろまで行くんですかね。まあ、5メーターとか7メーターあれば多分御の字かなっていう感じだとは思います。さっきも言ったんですけど、普通の車はこう上通していくんですよね、コードをね。でもこのラングラー上、あの1枚の板なので、ラングラーに関しては下を張っていくっていうね、まあ、あんまりないスタイルらしいんですが。おお、なるほど。横にこう、まずはそういく。よし、じゃあちょっと向こう行くわ。それもとりあえず上を通しておいて、あ、2本行くんだね、前と後ろと。そこの下も結構簡単に外れるんですね。ここはそうですね、コツさえ分かれば。正確に言うと外すためにはネジがいるんですけど、今回浮かせるだけなので。ああ、なるほど、はい、全部取っちゃうのはネジがいると。そうですね、ネジがいるのと、確かこっち側のドアだと加工しないと取れないっていう。まあ取ることってそんなに恐らくないかなと、はい。だいたいコードを隠すために。そうですね、ちょっと剥がすぐらいのイメージなんで。あ、奥側じゃなくて手前側に隠すんですね、こっちは。そうですね、ここはこういう感じで隠してます。ああ、はいはいはい。あ、でこっちは外さなくても、このまま下の隙間があるので、はい。
あ、ここもバコッと取れましたね。あ、これもボディ側に這わせていくと。これなんかこれふわふわした素材。そうですね、ロケットですね。基本的にその昔からのラングラって、はい、川に突っ込んで遊ぶみたいな。ああ、そういうイメージあります。そうなんで、あの水洗いがやりやすいようにとか、その内装が乾かしやすいようにみたいな。あ、そういう意味が、あ、意味があるんですね。おお、これで今全体的に隠れましたね。そうですね。で、ちょっとあの今後ろ通すんで。はい。通した後にここで線をまとめたいんで、ここは浮かしたまま。ここじゃ一旦ここまで。はい。で、まだコードがここから先がまだ終わってないんで、あとはこの後ろにね、後ろに続く。うわ。さすが熟練の。今片手でサクッとね外した感じですけど、これ、うわー、これ何？これはですね、あの配線をこの中通していくので。わー、なるほど。お手製のこういった道具を使って。すごいですね、これなんかね、ネットで調べると通す器具、そうですね、売ってるんで。プロはそんなの使わないぞと。いや、本当は使った方がいいんですけど。本当は使った方がいいんですけど。結束バンドですよね。そうですね、結束バンドで別に自作できるものでも。すごい。もうこんなのでできちゃうらしいですよ。本物はこれなんていうんですか。あ、本物は配線同士とかそういう風に呼んでますね。もう配線同士。針金のものとかワイヤーのものとか結構あるんですけど、はい、このタイプは針金のやつよりもワイヤーのやつの方がやりやすいかな。針金よりワイヤーの方が。ワイヤーの方がやりやすい。ラングラーはこうやってあの通しを使う機会はまあまああるっすか。いや、ここぐらいですかね。あ、ここぐらい、はい、ここぐらいだって。ここぐらいだったらラングラーいじりたい場合はあの結束バンドでいいかもね。ラングラーは結構普通のっていうか、トヨタ車とかそういう一般の乗用車に比べると、こういうカーブを縫って一生懸命コードを隠すみたいな構造が少ないってことですかね。だいたいなんかパコって開けるか、こういうなんか二重構造になってる場所が少ないみたいな感じかな。そうですね。でも二重構造になってるってことは、棒、なんか、なんだろう、断熱材みたいなのも入ってるってことですよね、普通の車は。あ、普通の車入ってます。防音材とか断熱材とか。これ一応もうね、ちょっとね、これ触ると分かるんだけどね、これね、屋根あったかいんだけどこれ大丈夫？これ夏？これは季節を感じることができる。あ、今来ました。褒め言葉になってます、いつの間にかね。これやっぱりですよね、通らないからといってイライラするといい結果が生まれないってことですよね。そうですね。ね、無理やり引っ張っちゃったりすると中の線が切れちゃったりするんで、はい、ここは日曜日の昼下がりにイライラしないでゆっくりやる、ね、そういうのがいいと思いますよね。そこなんで外れるんですか？なんかここが外れる理由はですね、もともとラングラーって先ほどもお話しした通り、あの屋根が外れる構造になってるので。あ、はい、配線をここで切るっていうあれですね。そうですね。あ、すごいね、これ屋根がね、そのまま取れるんですよね。これね、オープンカーになります。で、オープンカーになるとこの配線がね、ここに来てるんで、それを、ここで断絶するためにここにすごいジョイントがついてる。まあ、ただ今これドライブレコーダーつけちゃったからこれも外してもこの1本が外れないからね。でもこれお役目終了ということで、もう外せれることはありません。ていうか屋根とか外したことありますか？僕はないですね。あのホロに変えたいって方もいらっしゃるので、お客様の中には。はい、布のやつですね。そうですね、そういう時はハード取って
ホロつけてとか。なかなかこれ買う人もこれ外すって結構外す夢を見て買うんですけど結果外さないっていう置く場所もないですからね。そうなんですよね。結局なんかオープンカーにして海岸とか走ったら気持ちよさそうって皆さんおっしゃられるんですけど、どこ行こうっていうのがあるので。あとほら現実的にさ、屋根開けて海行くじゃん、はい、その場で雨降ってきたら。そうなんですよ。もうどうしようもないですよね。そうなんですよ。あのいわゆるスポーツカーのオープンカーみたいにこのスイッチで開けたり閉めたりできるタイプじゃないんで、そこがちょっとネックなところ。腹くくって屋根開けないといけないっていうこれ例えばあのオープンにしていきなり雨がどしゃーっと降ってきたとして、はい、ラングラーって水浸しにならない構造になってるんですよね。排水口がございます。運転手と助手席の足元に車に排水口があるっていうね。そうですね。ワイルドな車がラングラーですね。あのいきなり雨が降っても大丈夫だし、カタログに書いてあったんですけど、はい、室内の電子機器は防水になってますって書いてあったんですよね。そうですね。なんか 雨漏りする前提なのかなって思いきや、あのそういうワイルドな遊びをした時に電子機械は水に触れてしまっても大丈夫っていう意味らしいんですけど、鼻からこの運転席周りのスイッチが濡れる想定で作ってるラングラーすごいですよね。なんか1個前のラングラーだと、はい、雨漏りはもうなんかあの、そうですね、オプションみたいなもんですねオプションオプションあの、そうですね、絶対ついてくる。そうですね、メーカーオプションの、はい。あ、ここはまたこのフェルト生地みたいなところを浮かして今入れていきましたね。そうですね、これで配線を隠して、これいつの間にかここねコードを押し込んでましたけどね、ここは押し込むんですね。そうですね、あの意外と柔らかいので指でクックックってやれば入っていってくる。これ結構ね押すと下に沈みますね。ここでコードを隠していく。まあやりにくかったら本来は外しちゃった方がいいのかもしれないですけど、ただ結構硬いので、ここは固めだから押し込むのが、そうですね、時間効率的な、はいはいはい、あ、ここにシガーソケットがありますね。ここでなんかいろいろ電源が取れそうです。ただ皆さん気をつけていただきたいのが、電源を取るとき多分ここだとね冷蔵庫とかねつけたくなると思いますね。でもさっきあの言ってましたけど、車の電源には2種類あるということでね、 ACC 電源、エンジンつけた時スイッチオンの時だけ電源が入るやつ と、バッテリーに常時接続されているいつでも電気が通っている電源というのがありますね。それを確認してからこれ電気つなげないと大変なことになっちゃいます。ちなみにこのシガーソケットってはいどっち電源なんですか。そっちはですね、これここ書いてあるんですけど、はい、バッテリーのマーク、はい、12V DC でバッテリーなんで 12V の直流がバッテリーから来てますっていう、 ACC ではないってこと。うわ、これは気をつけてくださいね。ここ見てください、バッテリーのマークが書いてるってことは常時電源らしいです。つまりここに冷蔵庫なんて誘うものなら次あのキャンプ行こうと思ってもエンジンかからないから気をつけてくださいね。あ、ちなみにここ常時電源ですが、ここをあの AC 電源に変更する裏技あるそうなので、あの別の動画見てくださいなんでここ常時電源したんですかね。おそらくなんですけど、その一時的にキャンプ例えば行って置いといて何か作業するって時に、あー、そういうことか。エンジンをかけたくないなっていう時に。あ、なるほど、結構アメリカンな考え方ですね。そうですね、ただあのずっとつけっぱじゃない限りは別にそんなに問題ではないので、オートキャンプ場とかで周りが静かな時とか。あ、なるほどね、そういうアウトドア思考になるとここは常時電源になるんだ。あ、そういうことね。エンジンかける、わざわざ電気使うのにエンジンかけるの嫌だなっていうのをここで、例えばちょっとしたライトとかシャワーとかそういうのを使うのにわざわざエンジンをかけたくないなっていうためにここは常時電源になってるっていうことです。あー、なるほど、今すごい合点いきました。確かにね、わざわざここの電気使うのにエンジンかけたくないですもん。
特に夜のキャンプ場でね。さあ今度は前に行きましたが、よいしょ、今度は前の機器を接続するんですか。そうですね、本体の方を。ここに最新ドライブレコーダーを搭載していきます。こんな感じに。あ、そこにつくんですか。はい、はあはあ、ここキワじゃないのなんかあるんですか。キワに貼ってしまうとですね、あの車検証ステッカーを貼るのがまずなくなっちゃうと。なるほどね。はい、あとポイントとしては運転席側じゃなくて助手席側につけるのが、うん、マストかなと。マスト、はい、っていうのは、視界確保ってことですか。というのもございまして、あと事故った時に飛んできて運転席だとそのまま当たっちゃうことが多々あるので。なるほど、ね、助手席の方が、はいはいはい、まあ、でもそれでもフル乗車してたら助手席の人怪我しちゃうじゃんって話にはなるんですけど、はいはい、まあ、運転手一旦ね優先的に行われないと車のコントロールができなくなってしまいますので、ね、最近はねこのバックミラーの後ろなかなかいかつくなってまいりましたので、今いろんな車はここにセンサー類が入ってますから、どうしてもこの裏っていうことにはならないですね。これどうやって窓開けるんですか。でこの車ドアが取れるので。あ、来ました。ついついここに手をやってしまうラングラーの窓はここにあります。ドアが取れる仕様になってます。もうね、普通じゃありえないですよね。誰のミニ四駆みたいな感じなんでね、余計な配線をドアに持っていきたくないと。でもなんかありますね、配線通過この。そうですね、ミラー、電動ミラーとかそのドアに付随するものはついてるんですけど、基本的には。あれ、ラングラーって電動ミラーなんですか。中のミラーの角度だけですね。あの、閉じたりとかはしないです調整ね。調整ですね。電動では閉じない。そうですね、手動でもあまりやったことはないですねアメリカはミラー閉じる発想なんてありませんのでね、ないのかな分かんないけど、日本車みたいにエンジンを切ると勝手に耳パタンって閉じるみたいなのはないです、はい、ワイルドに行こうぜ。じゃあそのコネクターみたいなのがその布の線に入ってるんですね。そうですね、なんでここをこうこっち側もあるんですけど、パコって外すとここのコネクターがスポッて。めっちゃ簡単に外れる。なんか車ってそんなに簡単に外れるんだね。ラングラーだけ。ラングラーのドアっていうのは一応法律上ですと、ドアっていうよりかは落下防止のための板っていう扱いなんであこれドアじゃないんだ、これドアじゃないんだ。いろんな機能がついてる板っていう。今の J はちょっとわかんないですけど、 JK までは確かその認識だったんで落下防止の板。はい、すごいですね。セーフティーバーみたいなもんですね。なんかね、いろいろと企画がね、あのワイルドなので、なんか雨漏りぐらい許せそうな気がしてきました。あ、これで今接続が完了しましたね。だいぶ大きくなりましたねそうですね、まあ、ここの中に SIM カードが入っているのでね、ここで通信できます。 SIM カードが入って通信できるってことは、皆さんちょっと今疑問に思われたかもしれないですけど、通信料どうすんだと、ね、ドライブレコーダーなのに毎月お金かかるのかって話ですよね。思ったでしょ今。はい、かかります残念、かかりますが、かかりますが、なんとこれ佐藤さんから言ってもらった方がいいのかな。とりあえずあの今言っておくね、初年度無料。別にあのラングラー売りたいわけでも、このドライブレコーダー売りたいわけでもないんですけど、それ聞いてねすごいなと思いましたよ。通信料金負担します、なんとかネット高田さんみたいな感じなんですけど、1年間ね、本来であればいくらだっけ、680円だかかかるんですよ毎月ね。毎月680円通信費がかかるんだけど、最初の1年はお試しで無料なんですよ。で最初の1年無料で、じゃあ次からお金かかるのかって言ったら、別に契約やめちゃえば普通のドライブレコーダーになります。 SIM で通信して家でもドライブレコーダーの画像が見える機能だけオフになるだけで、あとは普通のドライブレコーダーになります。あ、なんか後ろで始まりましたね。後ろで始まりましたね。はい、次は後ろカメラ。
後ろのカメラはそこなんですね。そうですね、ラングラー、これもラングラー特有のやり方ですね。ラングラーって後ろにタイヤ背負ってるんで真ん中にやっちゃうと下が映らないので、お父さん失敗する普通あれですよね、ドライブレコーダーの後ろのカメラってここだよね。そうですね、真ん中がおそらくここだよね、はい、これ取り付けてさ、バーンってドア閉めた瞬間ね、気づくわけですよ、やべっつってタイヤで見えないってね、はい、ちょっとオフセットしてあげて、はい、ここにね、今端っこになってますけど、まあ、多分ねこのタイヤは大丈夫ですけど、少し大きいタイヤを履いたりするとここがね隠れちゃって後ろが見えないみたいな感じの現象になりますんで、あのつける方はここじゃなくてこっち側がおすすめですということですね。お、こっちはもう終わったっすね。そうですね、大体後ろは、後ろもちゃんとコードが綺麗に終わりました。はい、なかなかいかつい感じにつきましたね。あ、LTE っていうところが光ってますね。ドライブレコーダーを今見てますが、このカメラで映ってるか分かんないんですけど、 Wi-Fi っていう LED と LTE っていう LED がありますね。これが最新のインターネットに接続する機能、 LTE 機能でございます。はい、これで結束バンドで、周りのコードと合わせていく。でちょっとお掃除してきれいにしていきますね。はい、いろんなカスタム電飾とかつけるときはこの、ね、ここにコードが隠れるっぽいですよ。あ、蓋が出てきましたね。あ、これでこれまずはここのこの取っ手のところ、おお、すげえ、それでくっついちゃうんだ。でスピーカーのところですね、ここはネジなしですか。ネジなしですね。そのテープは一応養生で、ここら辺は目立つところなんで、あ、傷がつかないように。そうですね。あ、すごい。で今度こちらですね、はい、まあ、ここもネジ詰めなんで、ここもネジなし。はい、こうなんです。あ、なるほどね。じゃあコード隠しは意外と簡単にできそうです。外すことができれば基本的にはそんなに難しくないかな、うん、あとは使うネジがあるとすればどのネジがあればいいですか。あ、工具的にはその遠ミリって言われるんですけど、遠ミリ10ミリ10ミリ、いわゆる10ミリのやつの六角、そうですね、があればこの辺は開きますってことですかね。そうですね、大体はそれでいけちゃうかなと。なるほど、遠ミリです。この辺いじるんだったら10ミリの六角レンチとプラスドライバー、であとはこのパチパチは指で外れるんですかね。そうですね、ただ外すときにこの爪の位置を知ってないと、あの変なとこで爪折れちゃったりするんで。でも爪の位置ってでもなんか読んでわかるものじゃないですよ。そうですね、初めてやった時はそこ 3,40 分かけて確か外してるんでプロでも 3,40 分かかったから、どっかの YouTube で参考にしてください。もしくはあのこれからそういうのやるかもしれないんでね。この辺も結構外すの簡単なんですか。そうですね、爪なんで。爪なんですか。はい、ちょっとじゃあいろいろ調べながらやってみたいと思います。だいぶ綺麗に撮りましたね。これでおしまいですか。そうですね、作業としては、まあ、もう一回ちょっと確認して。早い終わりかなって感じです。2時間ぐらいかかったんじゃないですか。2時間ですね、まあ、ちょっと説明してもらいながらだから多分ゆっくりになったんだと思いますけど、取り付けに関しては以上になります。はい、はい、ということでドライブレコーダーが約2時間で設置できました。もしご自分でねドライブレコーダー車外のものとか取り付けられるようであれば参考にしていただければと思います。どうも今日はありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ジープのラングラーですね。
普通の車に比べるとラングラーっていう車はどちらかというと自分でいろいろいじりやすいということが分かりましたね。外せるところはネジなくバーンと外せるし、まあ、ただあの天井がね1枚板ですので天井にこうケーブルを這わせて隠すということはできないようですが、まあ、下とかねいろんなところが開くのでそこを通して比較的簡単に見えたけど皆さんにはどう映りましたでしょうか。このチャンネルラングラーチャンネルじゃないのでラングラーに関しての、まあ、いろんな動画出るかどうかわからないんですけれども、ラングラーが自分の、まあ、思うようにカスタムできるところまではいろいろなカスタム情報をお届けしていきたいと思いますので、もしねラングラーを買いたいなとかこの車かっこいいなって思ってる方がいらっしゃったらぜひ参考にしてみてください。まあ、このチャンネルの一番の目的は車で旅をしながら仕事をするというのが一番の趣旨ですので、まあ、ラングラーのカスタムに関してはついでにやってる感じです。しばらくはそれになると思いますけどね、いろいろいじっていこうと思います。ただそんなに見た目はノーマルな感じで中身を使いやすく仕事しやすいような環境に整えていければなと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。じゃあまたね。今日はですねこの車に、なんだっけカーナビじゃない、ドライブレコーダー、ドライブレコーダーしました